はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病、闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらえますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にぜひやっていただきたいものすごく簡単な方法があります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、病気になってからの生活というのは、体に様々な変化がもたらされます。その変化が多すぎてですね、変化していくことに慣れてしまって、変化していることに気づかない時があります。なので、僕の動画の中でたびたび皆さんが耳にされてます、最近気づいたんですけどっていう言葉がありますけど、本当にそうなんですよ。気ぃついたらこうなってるってことが多いんですよね。なので、元の自分がどんなんやったかなって思うことがあります。ほんで、また最近気づいたことがあるんですけど、唾液が出てきました。唾液が出てくるようになったんですよね。少しずつなんですけどね、ほんまに少しずつなんですけど出てきました。嬉しい。それが原因かわからないんですけど、ほっぺたが痩せてきたかなって思います。顔痩せですよ、顔痩せ。これも嬉しいですね。唾液腺が腫れてたのがすっきりしてきたのかなと、まあ僕なりに予想してます。またその唾液が、ね、出てきたことによってですね、もたらされた変化はまだあるんですよ。これ咀嚼回数、咀嚼回数って言ったら、そのご飯を食べるとき、その食事を行うときにですね、その食べ物をこう噛む回数が多いと、今まではですね、耳の下の耳下腺という唾液腺があるんですけども、おたふく風邪になったときに大きくこう腫れ上がる箇所があるんですけどもね、その耳下腺というところの腫れがマシになってきました。 今でも腫れることはある、腫れるんですけどね、まあ腫れ出した当初に比べれば軽減されておりますね。まあこのマシになってきたという変化、これは変化というよりも進化と言ってもいいのではないでしょうか。信じるか信じないかはあなた次第です。すいません、本当にすいません、ただちょっと言いたかっただけです。でもほんまにマシになってきたんですよ。唾液が増えてきたのも、腫れが軽減されてきたのも、ほぼ同時期でした。この調子でね、このままの調子のこの波に乗ってね、進化していきます。僕はどんどん生まれ変わってね、元気な体になっていくんで、皆さんどうぞ見届けてあげてください。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらえましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画がよりたくさんの方に届きますように願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。